俺に DM してこない方がいいと思うなと思って俺言ってないんだけど、言ったらなんか酷評しそうでさ俺さ困るんだよねそういう人料理人がさ前のめりで来られるほど嫌なことはないんですよ。森谷さん来たら多分大喜びすると思うから、ちょっとね、あのぜひ竹内さんちょっと、いやもうそんな勝手に言われてたらマジ俺あのぶち切れるからね、ぶち切れるからね。ブレイキングダウンってさ、はい、パーティー行ったじゃん、はい、不思議な人たちがいっぱいいるよねそうなんですよ、そうなんですよ、なんかいかがわしいやつがいますよね、ものすごいいかがわしいよねあれどうすんのそんなに、なんだろうな、変なやつばっかりなんです。出てるやつはあのそんなにちゃんとしてるんですよ。あのカメラのがあの流れてないところで一切暴れませんから、みんな。あの米尾ってやつがいたじゃん。はいはいはい、俺見たことないんだけどさ、はいはい、あのなんかあれだよね、うちのイベントでなんか作ってくれた子だよね。でなんか DM 来てたんだけどさ、はい、うちレストランできたんで来てくださいとかって、はいはいはい、もう3月までまなんか満卓らしいよ。なんかファンの人たちみたいなのがいっぱい来てて、そうですね、みんなと写真撮ってみたいな。それこそ小梅はストーリーを共有して、あのいる分、うん、なんかちょっと、うん、あの いけてないところがあっても、うん、まあ、許されるんですよね、やっぱり。あ、それが味もなんか高層階で食べるのと、あのなんか1階とか地下1階とかで食べるのとで、あ、なんとなく味が変わる のと同じように、うん、小梅のストーリーを知ってるからみんななんか行って感動してくれるっていうか、うん、だから俺が行く店じゃないよね。あります。フリエさんなんか関係をさ、本質的な。俺に DM してこない方がいいと思うなと思って俺言ってないんだけど、言ったらなんか酷評しそうでさ。まあそれも彼のまたストーリーの1ページになるのかもしれないけど。てかどこまで覚えてます？あの堀江さんに対して米をかなり堀江さんのことを尊敬していて、うんうん、あのあいつが米をとしてブレイキングダウン出る前から、うん、あの米をあの堀江さん多分4、4、5回会ってんですよ。うん、で会うたびにあいつ写真撮ってんですよ。うん、でしかもあの堀江さんのイベントとかもうその2回ぐらい手伝っているはずだし、料理人として、うん、そうですね。うんだからあいつからすると普通に DM を送っていい関係だと思ってると思うんだけど、おそらく。そして自分はあの時あの誰にも知られてない米尾から沼倉大地に住んですけど、ちょっと有名になった米尾なんで、そろそろ堀江さんに連絡してもいいかなって思ってるはずなんですけど、あそんな感じのあれだ。そんな感じなんですよ。そうなんですよ、背景を言うと。なるほど。そうなんですよ、全然興味ねえからな。全然覚えてないんでね。見た目は変わってないんですよ、あのまんまなんで。だから見た目もあんまり覚えてないんだよ。そうでしょうね、うん、きっと。そう、俺さ困るんだよねそういう人昨日もさ美容室でたまたまさ、はい、隣の席にさ、はい、なんかどっかで見たようなおじさんが座ってさ、はいはい、俺君覚えてるとかってまた言うわけ、はい、なんかもうほらエイベックスの松浦さんところのあれでクラブで何回も会ってんじゃんとか言いながら、確かに会ってるような気もするけど名前覚えてねえなと思いながらそれでも僕も分かるな。で困ったなと思いながら、まあでもずっとなんかすげえ話しかけられて、でもなんか俺仕事してんだけどな、僕はその米用の肩を持つようであれですけど、あの米用ほど結構頑張っても覚えてもらえないのはちょっとかわいそうだから、それは堀江さんの方に問題があると思うんですよ。そのおっちゃんは会ってるだけじゃないですか、何度か。あいつ、あの、うん、そのおっちゃんは何度か米の堀江さんと会ってるだけなんで、うん、多分米をそれなりに知ってますよね、みんな。そうですよね。でもそれぐらい頑張ったんで、あの、刑務所上がりから。そして堀江さんのところの料理やった時って、刑務所出て1年経ってないぐらいなんですよ。そこから今は刑務所出て2年ぐらい経って、なんかみんなにそれなりに知られて、月に1回地方行って子供に料理を、この恵まれない子供たちに料理振る舞ってみたいなこととか、なんかちゃんとしてるんで、そうですね、行ってあげてください一回。いやーなんかねー俺の貴重な一食をね、なんかすごい大事にしてるから、多分気合い入れると思いますよ。いや気合い入れられても困るんだ。もうだってさ料理人がさ前のめりで来られるほど嫌なことはないんですよ。え、あそこあ、なんかさ、そういう人いるじゃん。なんかさ、すごく、なんかすごい懇切丁寧に、めちゃくちゃ気合い入れて、
おもてなしをされることに喜びを覚えるタイプと、はい、俺みたいに普通にしてっていうタイプといると思うんですよ。俺も特別扱いまずしてほしくないし、あ、普通にしてって思うけど絶対普通にしないと思うんだよね。いや大丈夫ですか、堀江さんのところなんか毎回なんかあの和牛マフィアで飯食おうとすると必ずこうやってきますけどね、うん、なんか撮るまでずっとこうやってるんですけど写真、僕俺あげねえけどな SNS にと思いながらこう撮らされるんですよ。まあまああれすごいですけどね。あれはそういう商売です、まあ、あれはマーケティングとしてはかなりもうかなりすごいですよね、もう浸透してますよね、もうマーケティングです、あれは確かにすごいですよね、うん、と徹底してね、徹底してますよね、それしかないからあれ。いいです、米用の説明ぐらい聞いてやってください。いやーもうなんかねモチベーションが湧かないのよ。こうだってさ絶対さ他の客もさそういうちょっと嫌な客じゃん俺にとって。まあ多分堀江さんが来るんだったらすごい頑張ると思う、あいつちゃんとした人を呼ぶと思いますね。まあまあでもどっちにしてもちょっと当分はちょっとだってあいつすごいですけど、僕の会社の従業員だったんで、なんであいつはもうなんか獄中で堀江さんの本も何冊も読んでるんですよ、うん、プラス料理本を100冊ぐらい暇だから暗記してみたいな、うん、で起業家になりたいから堀江さんの、分かりやすいじゃないですか、起業家になるって決めて、じゃあ誰の本を読むかって言ったら堀江さんの本にあのなるのが結構普通の流れでしょ、だから堀江さんの本をたくさん読んで、そうですね、それでも堀江さん来たら多分大喜びすると思うから、ちょっとねあのぜひ竹内さんちょっと、いやいやもうそんな勝手に言われてたらマジ俺あのぶち切れるからね、俺ぶち切れるからね、勝手に入れんじゃねえよお前っつって、そうですね、そういう時にぶち切れますから、ね、やばいですね、そこ怒るところがおかしいような気がするんだよ。嫌なんだよねなんかそういうのが本当に、うん、まあいいんですよ、はい、はい、まあそういうか、そういったこともね、はい、あったりとかして、ブレーキングダウンはうまくいったよね。そうっすね、おかげさまで、ね、そうっすね、でもやっぱ朝倉未来と組んだのはでかかったわけ。いや朝倉未来はめちゃくちゃ優秀です、うん、あの人シャイなの？シャイですね、なんかさいつもブスッとしてんじゃん。そうっすね、そうっすね、なんか心を開くまでにちょっと時間かかるのと、あの、ね、人見知りな部分があるんで、うん、そうっすね、そうだよね絶対、うん、そうっすね、いやー話しづらいなーとかって思いながら向こうもまあ逆に堀江さんに何を話したらいいか分からないところもあるから、それもあると思うんですけどね、うん、杉さんとはめちゃ仲いいですよ。ああ杉さんなんかそういうのうまそうじゃないですか、うん、確かに分かりますよね、うん、まあだからああいう会話が俺はできないんで、確かに、あなんかよく分かんない意味のない会話みたいな。あの人ずっと意味のない会話してんじゃん。杉さんですよね、うん、僕昨日杉さんと前田君と3人で飯食ってて、うん、その後なんかスナックに行って、うん、そうするとなんかおばちゃんとおばあちゃんと、うん、あとはなんか杉さんの友達みたいな人たちと食事、うん、食事つか お酒飲んだんですけど、そしたらなんかやっぱゲームが始まったんですよ、うん、僕あまりゲームってそんなに やるような場所行ってなくて、なんかこう間違えたら飲まされるみたいな、うんうん、ああいうのって堀江さんやるんですか？俺は全然やるよ。あ、全然いけるんですか？うん、あ、そうなんだ。イメージがわかねえな、あんまり。なんでさ、俺がそれ好きなのか知ってる？わかんないです。くだらない会話をしなくていいから。ああ、そういうことか。そういうことか。そう。女性とか、その、まあ、若いやつとくだらない話をするのが嫌なわけですね。嫌なのね、なんか。いや、でもそれはわかるな。なんかよくわかんない占いの話とか。はい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 。いや確かに、なんかちょっとした陰謀論とか、いや確かにちょっとした陰謀論とか、そういうのちょっと苦手だから。俺さん、アポロは本当に月に行ったんですかとか、もうそういうの聞くやつとかが一番大嫌いなタイプだから。いや全然もうね、ひっぱたきたくなるよね。いやでもね、Although we show up.